論考いろいろね抱えてんだよ。返信させます。なんと全然君のこと俺知らないのにな。突然ですけどもカメラ回してます。どこにいるかと言いますと、高原君お疲れ様です。お疲れ様です。いつもね僕岡崎のこのハニーっていう美容院で髪切ってるんですけども、まあ、今日はね、まあ、僕もちょっとすこうと思うんですけども、僕がメインではなく、先週ね高木交流時点で働いてたら、こちらね女性のお客さんにね、まあ、初めましてで、お客さんって、そうお客さんお客さんお客さん、うん、そうお客さんで初めましてってなったんですよ。なんか台湾大好きでみたいな、まあ、ありがとうみたいな、豊川のコンテナのお店よく行きますみたいな、うん、社長さん会えてみたいな、あーみたいな、ありがとうねみたいな感じになって、うん、で僕が接客して、で帰りのレジも僕がしたんだね。すごい、何してんのって聞いたんだね、うん、そうして今ニートでーとかって言うから、うん、おうちおいでよって言って、え働きたいとかって言うから、すごい、そうね、ほんとね、ね、ほんとね、ね、ほんとね、でじゃあおいでって言って、うん、いつから働けるのって、えもうニートなんでもういつからでも働けますよみたいな、すごい。じゃあうちちょっと来週連休あるから、うん、じゃあ連休明けにもうすぐじゃ働こうと、すごい、うん、僕名刺渡してこのアドレスに履歴書をまた送ってって言って、今日先週、うん、ほいで今日ほいで今日そうで、そうふっかるふっかるふっかる、うん、で気合い入れてさ、ネイル見せてネイルこれダのネイル、もうね、あっ違うなと、やる気が違うなと、うん、だけどね高弘君、はい、話を聞いたんですよ。話を聞いたらね、いろいろねこの子、うん、抱えてて、ちょっと助けてあげないといけないと思ったの。なるほど。もう僕の、ね、正義の心がね、うん、バチッと動いたわけですよ。この子、俺はね、もう社員だから、うん、僕はもう社員より従業員に対してもう勝手に父親みたいな感覚でいるじゃないですか、うんうん、いつもね、はい、だからもう娘だと、はい、もう今日からの娘だと、うん、もう白ひげ的な気持ちになるわけですよ。めちゃくちゃでかいね。いろいろ話を聞くとね、うん、闇とまではいかない闇まではいかないけど、まあいろいろちょっとまああってって言って、いろいろ僕がね10分ぐらいで悟りを開いたわけですよ、うん、みんなが涙する悟りをね、そうちょっとうるっとしなかった、そのあの時ちょっとうるっとしてたね。いい子なんですよ、素直で。だからね、元あった彼女の元の状態に戻したいという、うん、やっぱりすぐに考え方変えるとか心変えるってまあ難しいし、まあまず無理じゃないですか。手っ取り早く変えれるところから変えていこうと、うん、で人は見ただけ 120% じゃないですか、はい、今日ピチャイとしてここに来たんですよ。なんとここに、だからその一冊ね、そうバスと行こう、変身させます。なんと変身、大変身させます。大変身企画、はい、いつ美容院行ったんだっけ。4月1日です。はい、じゃあ自己紹介してください。自己紹介。レオナです。レオナです。今日からもう大学の一員ですから。よろしくね。どうショートになるの。え、正直だ、正直正直。家に2時間前によし美容師、美容院行くぞって言って、よしもうバツッと短くしようって言ってね。そんな人生なかなかないもんね。そう、この地球行動の星ですから、覚悟は決まりましたか。決まりました。よし行こう、よし行こう。じゃあ武尊先生お願いします。よろしくお願いします。さあ行ったねー。行きますよ。人生の再出発。入りました。これさ、俺習字書道やるんだけど、なんか筆になりそうだよこれ。あ、これ多分いい字書けるよこれ。ちょっと。人生変えるぞ。行ったりー。おー。イエーイ。エンリケに見せたいこの動画。ショートでね、まあ、キャーキャー言ってますけどね、ここのお店にはね、ちょっとね、これでもかーっていうね、ザショート代表の女性がいますんで。やだー。こんにちは、ハニーのひでみです。はい、ひでみちゃんです。なんでさ、そこまで行っちゃったの。髪の毛寄付しようって思って、ほう。めっちゃ楽ですよ。それは楽だよ。どう？病んだ心が。ちょっと一緒にバッサリ。おお、晴れやかになってきますよ。だけどこの動画をお母さんに見せちゃダメよ。一応言っとくから。え、自分の意思でやったって言ってね。全然君のこと俺知らないのにな。頑張ろうね、レオナちゃん、これから。
ほんとこれ筆、いい筆になるよ絶対これ。ちょっとお前もちょっと長い方が可愛いと思わない？いや、逆に、うん、ここが山でしょ、見たら。すごいね。やめよう、これやめよう。この子はいいって言ったのは高弘君。もう全部逆に行きましょう。この子はいいって言ったから伸ばしましょう。もう前髪切らない。そう、みんなと違うこと、一緒のことじゃダメなんですよ。こういうね、時代で物が物価いろいろ上がって、で、みんなどうするか値上げしてるんですよ。じゃあ僕どうしたか、値下げしたんです。やっぱり大事なんですよ、みんなその逆を行くっていうね。行っちゃいましょう。ここに行くか。どうやってオーダーするの？バリカンでバーってお願いします。僕もちょっと髪の毛すきます。あ、染めちゃってます。怖い。何だったかな、ナルトに出てましたよね。あ、ロックリーですよ、ね、だなんでこうなっちゃったの。ガイ先生。いや、これ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 、砂を操る術ですか。はい、ちょっと僕もね、ついでにさっぱりしました、すっきりしました。はい、そしてレオナちゃんが完成いたしました。ご対面ダーン。いいじゃんねえ。ほら、とても可愛い。めちゃくちゃいいですよね。絶対こっちの方がいい、うん、さっきまでのなんかちょっとチンピラ感が。本当にいいよ。どうやってみて。テンション上がってます。テンション上がってる。テンション上がってる。よかった、はい、バッサリいったね。30センチ以上。以上。断髪式にて今日からもうあなたはもちろん社員ですので、こんな形でよろしく。おめでとうございます。これからね、レオナちゃんの豊川のね、お店で頑張ってくれますので、じゃあ豊川の地元のみんなに向けて、お客さんに向けて一言どうぞ。頑張るのでぜひ来てください。はい、ありがとうございました。はい、ということで以上、ゲリラ YouTube でした。では。